番書きたいものは、自分の人生だったり自分の中で停滞している部分だったり、自分の中で空白になってしまっているところっていうのをこうなかったものにしたくないっていう思いで、まあ、書いてるんですけど、その時間が無駄では絶対ないというか。データの中に閉じ込めるのは記憶にも残らない当たり前の時間と景色。ブレイクインデータ、世界に認められるその日のために、次世代の芸術家たち、本郷美術骨董館の提供でお送りします。作家岡村愛子、油絵を学ぶ中偶然選択したアニメーションの授業、そこで魅了された時間という概念。アニメーションのその表現力というかに魅了されたというか、物語を綴るというだけではなく、時間っていう軸がアニメーションにはあると思うんですけど、その絵の中の人が止まってる時間、アニメーションで動かないとなると、そう、動かないということを表現できるし、なぜ動かないのかとか、こう動けなかった時のこう世界がどう見えたかっていうのが、私の中でアニメーションが一番表現しやすかったっていう。当たり前の日常を切り取り、ただ流れゆく時間を描く。表現したいのはそこに存在する人の生き様。まさにコロナ禍になるんですけど、何もできなかった時間だったり、叶わなかったことについて考えてしまう時間っていうのが、近年は無駄な時間とされがちというか、けどその止まってしまった瞬間っていうのも自分自身だってあったり、苦悩した私のこう生き様の一部というか、でそれがこう見てくれた人の中にもそういった瞬間だったり、無駄だと思ってしまっているものを見てる人も自分の中に見つけてくれたらなという思いで。全ての時間が今のあなたを作っている。たくさんの人にそう伝えたいからこそ、彼女が選んだデジタルというメディア。あんまり自分の絵を額縁に入れたいとかもあんまり思わなくて、それこそみんなが手軽にスマートフォンで見れるとかっていうのも、私は嬉しいというか、そのくらいこう私の絵が敷居のないものであってほしいっていう意味では、デジタルアートにもこういった価値があるよっていうのを、私の作品でもこう伝えられるかもしれないなとは思ってます。忘れ去られていく時間を描いていきたい。作家岡村愛子がアニメーションに込める思い。寂しい気持ちだったり、孤独な時間だったりを思い出せたらいいなと。失われていく、記憶を留めるような感覚なので、アルバムに残すようなものでないところをあえて残す、それが私にとって一番望ましいかなと思います。美を次の世代へ。27人のあらゆる分野の鑑定士があなたのお手伝いをいたします。東大赤門前、本郷美術骨董館。次週は墨絵水彩アーティスト大串のブレイク前夜。本郷美術骨董館の提供でお送りしました。